ヤン・ミコワイ・ホトキエビチは、リトアニア大公国及び、ロシア帝国の政治家、軍事指導者。1745年、父の死後にシクロウ及びノバヤム医師の伯爵の称号を、受け継いだ。1757年、イエズ・スカイ・ビルの大学アカデミーを卒業。ポーランド国王の副将軍、ベリオナ公国の軍長、ジェマイティア公国総督。ポーランドがロシアを併合した後は、 ロシア軍の中将になった。フランス革命へ、恐怖政治期にパリ滞在中、外国人でありながら粛清に巻き込まれたロザリアル・ボミルスカの父。1770年代に、後のチェルノブイリ立ち入り禁止区域にあたる地域へ、小儀式派を招き、定住させたことで知られる。1766年1月1日、ヘトマン、文筆家のバツワフ・ピオトル・ジェブスキー、 とアンナ・リボミルスカの娘マリア・ルドビカ・ジェブスカを妻とした。ありがとうございます。